こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は茨城県の石岡市にある東筑波ユートピアという動物園に行ってきました。来園者数の少なさから日本一お客さんの来ない動物園と呼ばれ、一時期話題になった観光スポットでもある。さまざまな事情で人手不足や経営難に陥り、2019年に運営の会社も変わっているとのこと。人々に長年愛され続け、保護動物たちと日々奮闘している東筑波ユートピアの全貌をぜひご覧ください。久しぶりの青空。今私は茨城県をドライブしています。本日ついに念願の東筑波ユートピアに行くんだ。昨晩から楽しみすぎて寝つきがあまり良くなく睡眠不足気味だが、この天気が眠気を払拭してくれた。東筑波ユートピアの情報はなんとなくネット上で調べてきてはいるが、細かい情報はあまり見ていない。情報を調べすぎることによって純粋に楽しむことができなくなることを避けるためだ。酷評もあれば応援するコメントもあり、意見は様々。そんな意見に左右されず、私は私なりに楽しみたいと思っている。期待と少しの不安を胸に気がつくと山道へ。何かに導かれるかのように細く険しい山道を抜け、ついに東筑波ユートピアに到着だ。想像していたよりも入り口は整備されており、看板の文字も白くはっきりとしているため、口コミ評価で見かけた悲壮感などは今のところない。マップを見る感じだとそこそこ規模が大きいのだろうか。それでは入園しよう。事前に用意しておいた割引券はしっかりと活用していく。入園口への階段を上っていくと、心地のいい BGM と一緒にポニーと羊がいた。早速何とも言えない気持ちになった。この一度聞いただけで頭から離れなくなる BGM はおそらくこの動物園のテーマソングだろう。チケットを購入し園内へ。建物内に入るとふれあいコーナーがあった。もともと誰かに飼われていた亀なのだろうか。キャットピアに入ってみる。チラチラと見られはするものの、猫カフェ同様に餌を持っていない観光客には興味を示さないようだ。しかし、こちらから触れても逃げない猫も多い。後で餌買ってやるからな。レストランなどはさすがに併設されていないようだが、
カップラーメンを購入することができる。こういうところであえて食べるのもおつなのかもしれない。もしかしてもともとここにレストランがあったのか。土日はお猿のステージも開催される。バブル期には1日4000人もの来場者があったらしい。週末になると多少の賑わいがあるのだろうか。下の階にはさまざまなアトラクションが用意されている。さっきから誰かに見られている気がする。入園券の売り場を出てメインの通りへ。涼しげな休憩スペース。少し進むとヤギが餌を求めて近づいてきた。一緒に園内を散歩できる犬だ。毛並みが若干気になるが可愛らしい子ばかりだ。アヒルに占拠されたふれあいコーナー。足場が悪く奥に入っていくことは難しい。柴犬か。柴犬を動物園で見るのは珍しい光景だ。一時期この場所なら保護してくれるだろうとペットを置いていく人間が後を絶たなかったらしい。この建物は比較的新しく見えたが、やはりところどころ老朽化が進んでいる部分がある。保護された動物が多い。展望スペースの奥にモンキーハウスの入り口。正直入っていいのかよくわからない空間だ。猿だ。モンキーハウスだ。どうやら上の階にも行けるようだ。そこには大きな檻が。モンキーハウスだ。
お腹が空いているのか。先ほどとは違う軽快な BGM に促され、ノリノリで餌を買う。凄まじい争いだ。小さな子供連れのお母さんにも、すでにだいぶ楽しんでいるのは気のせいだろうか。幸福の道、この先に幸福が待っているのだろうか。そこには幸福ではなくフクロウが待っていた。近づくまで本物だと思っていたことは内緒にしてほしい。幸福だけにフクロウってことが一本取られたぜ。なんだこのアラームみたいな鳴き声は。やめれ。その後も幸福の道を歩き続けるが、どこまで道が続いているのかがわからない。一抹の不安を覚え、引き返すことにした。驚くことに、入園してから1時間が経過していた。イノシシ牧場、かなりの急勾配だ。道中飽きさせないための工夫が見られる。ところに滑り台が。帰りは滑り台を使ってショートカットできるということか。果たしてこの老朽化している滑り台を利用する人はいるのだろうか。いるようだ。先ほど滑っていた彼は、そのまま異世界へと吸い込まれてしまってないだろうか。そんな不安を抱きながらも、先へ進むことにした。東屋の奥に、展示物が見える。バッファローの骨格標本だろうか。それにしても、この上り坂はなかなかきつい。年配の方々は引き返すレベルかもしれない。なんだこれは。私は見てはいけないものを見てしまった気がする。嘘だろう。感覚的に500メートルを歩いたはずだ。私はひたすらに歩いた。夏の日差しが体力をどんどん奪っていく。そして見えた希望の光。少しこの椅子で休憩を。いや、やはりやめておこう。今向かっているイノシシの国は
2018年にテレビ番組志村動物園の企画として再生計画が始まり、2019年に公開された。そろそろ休憩を。いや、やはりやめておこう。ようやく着いたぞ。ここがイノシシの国か。建物自体は新しいこともあり、すごく綺麗だ。なんという規模だ。匂いはややきつめだが、私は壮大な規模に驚かされた。早速遊歩道を歩いてみよう。遊歩道を歩いているとイノシシが近づいてくる。この規模の施設を果たして何人のスタッフで管理しているのだろうか。実際に本日見かけたのは2人か3人だった。掃除や管理を全てに行き届かせるのは不可能だろう。突如階段の隙間からウリ坊が顔を出した。この光景ににやけずにはいられなかった。イノシシたちも暑さに参ってしまっている様子。せっかくなので、階段にいたウリ坊に餌をあげよう。どうだ、うまいか。ふと涙がこぼれた。これでおそらく全て見終えたはず。いや、まだだ。クマとタヌキがいるのか。イノシシの国がある頂上にはちょっとした休憩スペースや建物がある。昔は金でもついていたのか。さて戻ろう。帰りは帰りで急な下り坂だ。ふくらはぎが悲鳴を上げ始めている。そうだ、帰りはあのショートカットがあるんだ。やはりやめておこう。少し下ったところにまたショートカットを見つけてしまった。何人もの勇敢な戦士たちが
ここから異世界へと吸い込まれていったのであろう。見慣れた景色が再び現れ、クマがいる檻へ。本当にクマがいた。しかも2頭もいる。檻の上に上がれる階段があった。昔はここでも動物が飼われていたのか。さらにショートカットの出口を見つけた。何人もの戦士たちが無事に現実世界へと帰ってきた形跡もある。タヌキはいたのかわからないが、見つけることができなかった。気がつけばすでに2時間以上滞在しているが、これだけ楽しませてくれたお礼に動物たちに餌をあげてから帰りたいと思う。熱い視線を感じる。美味しそうに食べてくれている。続いて猫のコーナーへ。やはりこちらも先ほどよりかは私に興味を示してくれているようだ。爪が伸びているので手袋越しでも直接あげるのは危険だ。餌をあげ終えると一気に興味を示さなくなる。世知辛い世の中だ。そろそろ帰るか。結局3時間近く滞在してしまった。人によっては30分もかからないかもしれない。運営が変わる前はどのような施設だったのかはわからないが、私にとってはどこか懐かしさを感じ、非常に魅力的な動物園だった。これからも動物たちのユートピアとして頑張ってもらいたい。そして東筑波ユートピアに来た人々は帰り道にずっとあるフレーズを口にするはずだ。Thank you.